はい、えー、どうも、よシタニです。今回はですね、えー、毎日の収益日記、も動画の尺がですね、いつも決まっているので、まあ、今回はちょっと最近、まあ、今日ですね、今日9月21日なんですけど、まぁ、あ、ちょっと9月ね、またテストしようかなと思って、えー、また新しくアカウントを今日作ります。 で、作るんですけども、まあ今僕、4つのアカウントを検証動画でこうアップしてますけれども、5つ目を作ります。で、あのー、一つのこのブラウザーで、一つのブラウザーで複数のアカウントにログインするやり方というか、今までは僕はですね、この Google、まあこの動画はですね、その複数アカウントを運用するときのログイン。まあ Gmail とか他のやつも使いますね。Gmail とかも複数の、あのー、 なんだ、メールアドレス持ってる人って、まあログアウトしてまたメールアドレスでログインしてみたいな、まあ一つのブラウザだと。だけどこの拡張機能があると、まあ一つのブラウザで何個もいけるよみたいなやつです。で、今までこのオープンマルチログインっていうのが Google Chrome の、その、まあこういうやつがあって、Google その、ここの新しいタブで その複数のそのアカウントにログインできるっていうのがあったんですけど、オープンマルチログイン。で、今まで僕もオープンマルチログインでついやってました。このオープンマルチログインっていう Google Chrome の。ただ、これが消えました。だから今新規でこれをね、あのー、消えたんですよ。で、消えちゃって僕が発見したのが、これ Firefox なんですけど、ぶっちゃけこっちの方が便利ですね。この Firefox の名前ちょっとわかんないんですけど、この、 マルチアカウント。マルチアカウント。Firefox のマルチアカウント。この。これ Firefox の拡張機能。複数アカウントの管理に最適ということで、このマルチアカウントっていうのがあって、これ、すごく使いやすかったです。めちゃくちゃ。Gmail 何個持ってる人とかも使えますし、まあ、その、な、同じ、その、例えばその、 うん、ASP で違うアカウントで、まあ、何個も ID あるとかね。まあ、そういう人もいけ,るいけますし、多分。で、僕はこれを今やってるんですけど、この拡張機能ですね。Firefox のこの、えー、マルチアカウント。マルチアカウントあ。Firefox マルチアカウント。こちらですね。これは Firefox のブラウザーなんですけど、まあ、ここから追加でできます。で、追加するとですね、まあ、ここに出てくるんですけど、まあ、こんな感じで僕やってます。 ね、これすげえ便利で、要はあの、今までそのオープンマルチログインではなかった、この、ここがね、あの、そう、あの、なんかこう出てくるんですよ。ここ、ここ。ここが色変わるっていうね。ここ色変わるんですよ。これ超便利じゃないですか。これか、完全、しかもこのタブのこの色がちょっと出てくるんで、 これめっちゃここねちょみ、めっちゃ便利ですね。で、これで、あのー、まあ、ここに、その、なんだ、開いていくと。ここにトップバズの管理画面開いて、で、えー、ログインする。で、こっちで2でまたログインする。違う赤でログインする。ログインするみたいな感じでやっていく感じですね。そう。だからこれはね、めっちゃ便利かなと思いますね、これ。うん。 なんでその複数アカウントを管理する時に、まあ、こういうふうにタブも色がこう変わ,変われるんで,であとはここでそのデフォルト設定で、まあ、ここで消せ,消せます消せるし編集もできますであとはこういうアイコンもね付けられるんで自分の好きなアイコンと色がこういうふうにできますんでうん まあその管理もすごくしやすいかなっていうところですね。例えばこれ今トップバズでやってますけど、Gmail 赤01とかね、Gmail、g m a i メインとかね、Gmail サブとか。うん。例えば Gmail 結構持ってる人いると思うんですけど、ここで Gmail01、Gmail02 とかね、Gmail03 とか。まああとここアイコンもあるんで、ここですね。ここで編集で、まあ編集でも仕事みたいなね。 ここなんか仕事でもいいんですけなんかやってアイコンも変えられます。あと消すのはここで消せますし、あとプラスはここですね。プラスはここで消せます。あ、プラスするとこうやって追加できます。OK。で、プラスですね。あ、ここ追加されました。で、ここで消せます。 まあこんな感じでそのいけますんで、これは非常に便利かなというところで、今回はですね、複数アカウント運用するときの拡張機能をご紹介させていただきました。ただああ、Google Chrome のやつに関しても廃盤になる可能性もあります。Google Chrome の,そのオープンマルチログイン機能がですね、もう廃盤でもう インストールできないんで、僕の場合は昔インストールしてたんで未だに使えますけども、まあ、いつ使えるかわかんなくなります。ただこっちの方がね、今現状としては便利かなーっていうすごく管理しやすいんで、この Firefox のマルチアカウントこれがすごく便利だと思います。はい、色も変わるんだよねこうやって、うん、すごくいいんじゃないかなというところで、まあ今日今からですね新しいアカウントを作って。 まあ、あとその0.2円のアカウントの方は動画をちょっとアップロードして、また9月後半ですね、どれぐらい上がるのか、そして新規のアカウントでどれぐらい行くのかっていうのをまた検証していこうかなと思います。では、ありがとうございました。